桜城市公園は千葉県桜市にある歴史公園。桜城市に位置するため、公園センターには日本百名城スタンプが置かれている。復元された市域門前田市桜城跡の中に設置されている公園であり、公園内には天守閣跡、空堀など城の遺構が多数残され、巨大な前田市空堀、水堀に守られた南で丸や西で丸が見られる。 天守閣後脇の樹齢約400年の、夫婦、木刻を、はじめ、死、歌詞、楓などの大木も多い。園内には、バーガー、池屋、山景亭、勝負園、桜やボタン、梅などもあり、公園の東端にあたる自由広場には、桜城に関する模型や明治初期に撮られた古写真、木内から出土した遺物などを展示した、桜城市公園管理センターがある。 北西端には国立歴史民族博物館が隣接している。博物館、公園センターには日本百名城スタンプが置かれている。桜城は明治時代になると国の軍事施設が設置され、桜連帯や土地軍事施設解体後の1964年1月に公園として開放され、面積213,100平方メートルの歴史公園として整備された。 2015年6月30日には桜城市公園センターが城郭風建物に改装され内部の展示が変更される。デマルアトヤクイモ門公園内には茶室、広場、休憩所などが整備されている。公園内は未舗装の場所もあるが設備はバリアフリー化されており隣接する博物館及び公園内には多機能トイレが設置されている。ありがとうございます。